アイテム番号 SCP-124JP オブジェクトクラスユークリッド特別収容プロトコル1から42までのすべての SCP-124JP は実験に使用する際以外サイト8105の定期見物保管庫に箱に収めた状態で保管してください。現在SCP-124JP の実験を行う際は B クラス以上の職員の承認が必要です。直接実験を行う職員実験申請者の他に最低1名 SCP-124JP の特性を理解し実験を中断できる職員を同席させてください。新たに発見された SCP-124JP の特性を確認する以外の実験は基本的に許可されません。承認された場合でもSCP-124JP の活性時間は100秒以内を厳守してください。管理外の SCP-124JP を発見した場合、影響を受けたすべての人員を拘留し、SCP-124JP から隔離してください。SCP-124JP を直接回収する担当者は1名のみとし、複数人で触れないよう注意してください。目撃者には程度に応じて A から B クラスの記憶処理と精神療法を適用してください。SCP-124JP の影響を受けた生存者は必要に応じて影響を受けた四肢の切断の上、目撃者と同様の記憶処理と精神療法を行い、SCP-124JP の影響の隠蔽が困難な場合は終了してください。説明。SCP-124JP は外見上、アメリカの英知社が発売している、ゲームと酷似しています。30cm、30cm、5cm の紙製の箱状には大きくと、チャーの文字と、R と T に重なるように意匠化した S が表記され、SCP-124JP、A の上に乗り、笑顔を浮かべた男女2名ずつの国籍不明のコーカソイドの人物が印刷されています。SCP-124JP の箱及び説明書には異常な特性は発見されませんでした。SCP-124JP は日本国内でのみ発見され、説明書も日本語で記載されています。SCP-124JP は、SCP-124JP、A と SCP-124JP、B の2つのパーツで構成されています。SCP-124JP。A は 1660mm、1345mm の白いビニール製のシートで、縦 6×横4 の色の星マークが並んでいます。星の色は右から縦に赤、緑、黄、青です。SCP-124JP。B は紙製の円盤で、手で回して回転させることができる針がついています。右手、左手、右足、左足が前述の4色にそれぞれ対応した16のマスに分かれています。SCP-124JP。A の上に2人以上の人間が乗り、SCP-124JP。B を他の人間が持つことで SCP-124JP は活性化します。SCP-124JP。B を持つ人間は約30秒に1回 SCP-124JP。B を回転させ、その結果を告げる以外の行動を取れなくなります。この際、意識は失っておらず、眼前の状況を把握できています。SCP-124JP。A 上の人間は告げられた結果に対して自らの意思に関わらず、1秒以内に指定された星に手足を配置することになります。意識はありますが、指定された星に動かす以外は SCP-124JP。A から手足を離すことはできません。手足の配置は常に重心を崩さないような配置を取り続け、すべて埋まっている場合を除き、他のメンバーの手足が配置された星には一つの星に複数のメンバーの手足が配置されることはありません。その配置が関節の可動域から外れた箇所や単純に手足の長さが足りない距離にある場合、それに合わせ不可逆の人体の変形、伸長が起こります。活性化中の SCP-124JP、A の上にいる限り、骨折、出血、人体や筋肉の断裂などは起こりません。
来い。SCP-124JP-001記録。SCP-124JP-001 と共に回収された携帯ビデオカメラで撮影されていた映像です。実施者 A、男性、23歳。B、男性、22歳。C、女性、18歳。D、女性、19歳。記録開始。A の自宅マンションの一室にてパーティーを実施している。撮影は B が担当。菓子類。アルコール飲料の減り具合から。すでに開始して1時間以上は経過している様子。20分。アルコールの影響で全員が過度に陽気に振る舞っている。レースゲームにて C が敗北し、大げさにショックを受けている。25分。A が負けた C に対し、袋から SCP-124JP-001 の箱を取り出し、罰ゲームとして SCP-124JP-001 のプレイを要求。32分10秒。B がやったことはないが深夜番組で見たことがある。と言及し、同意。C は笑いながらもプレイを拒否するが、B が審判に立候補したため、不服ながらもプレイに同意させられる。37分20秒。B が説明書に目を通しているま、B は D の前のテーブルに携帯ビデオカメラを SCP-124JP-A 全体が映るよう調整して配置。A と B が SCP-124JP-A を広げ、C と向かい合って上に立つ。A は青と黄色の間、B は緑と赤の間、C は黄色と緑の間に足を乗せている。C の左手側が青の列。A は C に暑いので上着を脱いだ方がいいと促すが拒否される。41分40秒。画面外の D が SCP-124JP-B を回転させる音の後、B は赤の右手として、A、B、C が右手を赤の星に配置。42分10秒。B は SCP-124JP-B を回転させ、黄色の左足。として、A、B、C が左足を黄色の星に配置、C が私たちの反射神経やばくない、と笑う。42分40秒、B は SCP-124JP-B を回転させ、赤の右足、として、A、B、C が右足を赤の星に配置、A が手が離れねえ、と困惑し D に中断するよう要求。43分10秒。B は SCP-124JP-B を回転させ、緑の右手、として、A、B、C が右手を緑の星に配置、B も A と共に D に中断するよう強く要求。C も異常に気づき悲鳴を上げる。43分40秒。B は SCP-124JP-B を回転させ、黄色の左手、として、A、B、C が左手を黄色の星に配置、B の上半身が約 30% 身長、A の体を超えてのけぞるように大きく反り返る。以後 B は沈黙。1。44分10秒。B は SCP-124JP、B を回転させ、青の右手、として、A、B、C が右手を青の星に配置、A が D を、罵倒、と怒鳴る。C の右手はほぼ300度ねじれている。44分40秒。B は SCP-124JP-B を回転させ、青の左足、として、A、B、C が左足を青の星に配置、A の下半身が右方向に60度ねじれる。B の左足は A の腰にほぼ巻きついている状態となる。45分10秒。B は SCP-124JP-B を回転させ、緑の右足、として、A、B、C が右足を緑の星に配置、A の右足が約 20% 伸長、C が D に懇願。45分40秒、B は SCP-124JP-B を回転させ、赤の右手、として、A、B、C が右手を赤の星に配置、
A の右半身が全体的に4割ほど引き伸ばされる。C の上半身が170度左方向にねじれる。以後 A、C ともに沈黙。再生終了。以降の映像はレベル2セキュリティクリアランスが必要です。耐久実験記録 SCP-124JP。日付2000年月日。被験者。P-24512。P-20112。P-42517。実施方法。P-24512。P-20112 を SCP-124JP。A 上に立たせ。P-42517 に SCP-124JP。B を持たせる。結果。52時間40分後 B。24512が死亡し。SCP-124JP。A の活性化が止まる。分析。B。20112は多臓器不全と全身粉砕骨折により即死。解剖の結果。B。24512の死因は餓死と判明。B。42517は過度の脱水。栄養失調状態となっていたが生存。